本番ではピット離ればらつきがありました。3号艇中、そして5号艇の広瀬、ピット離れ遅れる形となっています。ボートレース三国 G3 鈴木カープラザカップシリーズ初日の競争、競争水面続いては1号艇と3号艇が A 級レーサーの企画レース、三国朝ズバ第3レースです。対戦メンバーは1号艇岡雄心、2号艇伊達正俊、3号艇中亮太、4号艇丹下武史、5号艇広瀬敦也、6号艇高倉浩太、以上のメンバーです。回り込んだ3号艇の中亮太、すでにホーム側です。インコース1号艇の岡雄心構えています。岡は現在2節連続で優勝を果たしています。2コース2号艇の伊達正俊、3コースに4号艇の丹下武史です。4コース6号艇高倉浩太、5コースに3号艇の中亮太、ここまでがスロー。そして短期が増しの形、5号艇の広瀬敦也が6コースで5対1と本番では分かれています。1号艇岡雄心が人気の中心、3号艇中亮太人気対抗格の一戦、1-3-4の組み合わせ3連単 4.9倍、1-3-5の組み合わせ 6.4 倍と人気続きます。進入はインから1番2番4番6番3番5番です。スタートしました。4号艇の丹下、好スタートを切っています。好スタートから出ていく4号艇の丹下、逃げ体勢を作ります。1号艇岡、まくった4号艇丹下、空いたところ、6号艇の高倉に、内からは2号艇の伊達正俊、抜けたのは6号艇の高倉浩太、離れた外には4号艇丹下、内から迫りますのは2号艇の伊達、間5号艇広瀬と1号艇岡、3号艇中西後方でスタートは正常です。一緒にマーク、6号艇の高倉浩太先頭、2番手4号艇丹下に握った5号艇の広瀬、内からは2号艇伊達が続きます。2番手争いは4号艇の丹下が2停身から3停身前、3番手に2号艇伊達、離れた外からは5号艇の広瀬、5番手争いに3号艇中、1号艇岡と並んでいます。6号艇高倉先頭、2番手は4号艇の丹下、3番手2号艇の伊達に前速戦は5号艇広瀬、バックスリッチ入ります。3番手は2号艇伊達が一停身半前、6番4番2番の体型です。5号艇の広瀬が4番手追走、あとは3号艇中、1号艇岡西後方です。6号艇高倉が先頭、そして2番手には4号艇の丹下、3番手2号艇伊達につけまい、5号艇の広瀬でホームスリッチへ戻ります。受け止めて2号艇の伊達正俊、3停身から4停身と前に出ました。6番4番2番と体型変わらず、全体最終周回です。展開捉えた6号艇の高倉浩太が先頭、そして2番手4号艇の丹下、3番手は2号艇の伊達に今度は切り込んでいく5号艇の広瀬ですが、3番手2号艇伊達のリードは3停身、6番4番2番で最終ターンマークです。6-4-2ですと3連単高配当です。2688倍検討。6号艇高倉先頭でラストターンマークを旋回、2番手には4号艇伊達取り切っています。4号艇の丹下が取り切って、3番手2号艇伊達6-4-2、先頭6番高倉ゴリ、2番手4番丹下でゴリ、3番手は2番伊達でゴリ、3番中5番広瀬、ラスト1番岡がゴリです。